はい、皆さんこんにちは。 3COINS は Apple 製品と使える製品いろいろ置いてますけども、お店を見ていたらね、このなんか折りたたみテーブルのね、 iPad で使えるやつっていうのがね売っていまして、でこれがね2000円ぐらいするのかと思ってたらね、なんと880円で売ってたんでね、でついつい買ってしまったんですね。で今日はね、この iPad で使える折りたたみテーブルをね、チェックしてみたいと思います。はい、ということで 3COINS で880円で売っている折りたたみテーブル、 iPad のねスリットとドリンクホルダーがついているんですけどね、ちょっと開けていきたいと思います。でこちらね、私は店頭で買いましたけどね、通販の方でも買えるようになってます。出てまいりました、じゃーん、ということでね、まあ、こんな感じの、まあ、木目調と、あとはね黒いね、ドリンクホルダーと、iPad のホルダーというね感じになっていますよね。はい、で寸法の方ですけどね、こちら幅の方が 47.5cm ありまして、で奥行きの方ですね、こちらが 29.5cm というね感じなんですね。で畳んでる時は高さが 4cm5mm ですけど、で使うときはね、このように裏面の足の方をですね、左右こうやって立てて使うということで、でこれ足を伸ばした場合には、高さが22センチになるという、まあそんな感じでね、結構ねがっしりしたね、感じの安定感ありますよね。でこのね足の黒い部分はね、これスポンジになってるので、まあ床とかをね傷つけないようになってんですよね。そんなんでね、なんか予想以上によくできてるなというイメージですけども、まあなんかね、デスクと椅子とかテーブルと椅子がある人っていうよりは、まあどちらかというとこうね、床で、まあカーペットなんかで生活している方がですね、まあちょっとね、iPad の作業するのに使えるってことで、ここにね、iPad 用のスリットがあってね、カップホルダーもあって、でまあ、ちょっとね高さを出して iPad を使いたい時にね、いいのかなという感じ、まあ、それではね早速 iPad の方を ね乗せてみたいと思います。でこれはね横幅の方は 26cm あって、それでスリット自体は 13mm あるみたいですけどね。でまずはね iPad Pro 11インチ、これスマートフォリオ的なのついたまんまで入れて、まあこんな感じになるわけですよね。ピタッというね感じで固定されております。あとはね、これ iPad mini ですけど、カバー付きのもの。これもね、問題なくね、差し込んで固定することができております。まあ、縦もね、もちろんできますよね。まあ、mini はね、スマートフォリオとか、あとはね、RAW というところのケースとか、ESR なども使えていましたね。で、iPad Pro 11インチは、オッターボックスのケースなんかもね、試しましたけど、問題なく使えていましたね。で、キーボードの方ですけど、iPad Pro 11インチを差し込んで、そして、外付けのキーボードですね。これは、アンカーのやつですけども、まあ、こんな感じで使うのにね、いいのかなというところでしょうか。で、あとはマウスなんかね、使いたい方もこのようにね、置くことができて、で、これ使ってみた感じね、操作感全く問題なく、このスペースもね、しっかりと維持されている感じがしましたし、あとはね、ここの部分のスリットがね、非常によくできていましてね、で、この差し込みタイプってよくこうね、直線のやつだと、下からスワイプってやりにくいじゃないですか。ところがね、これ、穴があるんでね、ここからね、指突っ込めてね、非常に操作がしやすくなってるんですね。このあたりはよくできているなという印象ですよね。親指がね、こう入っていくわけですよね。だからこうピュッとやるのに、ギリギリ届かないみたいなことがないっていうのがね、なかなかいいんじゃないでしょうか。まあ、これについてはね、縦の場合も同じですよね。下からスワイプ非常にやりやすくなっていますね。よく考えられています。で、あとはね、12.9 インチどうですかって聞かれると思うんで、調べてみました。うちにはちょっと手元にないんでね。で、これがね、長い方が 280.6 ミリなんでね、今回のこのテーブルのスリットって横幅が残念ながらね、26センチ、260ミリですから、iPad Pro 12.9 インチについては、横向きにはまあ入んないと思った方が良さそうですね。まあ、なんでどうしても 12.9 インチで使いたい方はですね、この横向きではなくて縦向きのみでね使えるのかなというところでね、まあ、そのあたりはコンパクトに作ってる分ですね、まあ、少し使える iPad には制約があるということは知っといた方がいいと思います。そしてね、こちらキーボードのね入力については、
まあ、なんかね割とね打ちやすいような、ね、高さがね維持されているんで、まあ、カーペットに置いてやるなんかにちょうどいいでしょうね。であとマウスなんかはねこの、まあ、天板の感じだとねマウスの操作特にね問題なくカーソルが動いていたんでね、まあ、どうもマウスパッドはね使わないでもね良さそうな感じがしましたけど、ただサードパーティーのこのね横のスクロールについては残念ながらね手でやるしかないっていうのは、これはまあマウス側の特徴のせいですかね。そしてねペンシルはねこんなような形状になってましてね、この左側の大きい穴にペン先を入れてこうやると、まあ固定ができないことはねないみたいですけども、まあ、ただこれがちょっとね正しい使い方なのか製品ページには載ってなかったんでね、まあこんな感じでね、まあ、この左側のでっかい穴に入れればロジクールのクレヨンもさせましたし、あとはねアップルペンシル第2世代もさせたんですけど、ちょっとね正しい使い方が分かんなかったですね。あとはね、キーボード付きのカバーみたいのはね、こうやって普通に置くだけなんで、まあ、このテーブルじゃなくてもいい感じはしましたね。あとはね、ドリンクホルダー、カップホルダーの方ですけど、これについてはね、直径の方がこう測ってみると、これがね、7センチなんですよね。だからまあ、それ以上のものはまあ、当然入らないということで、あとはね、この深さの方も、まあ、30ミリ3センチということなんでね。なんで、まあ、例えばね、こう、スターバックスのタンブラーとかね、こういうやつは問題なく入るんですね。まあ、あとはね、下にこう、テーパーかかった湯飲みなんていうのは問題なくね、置けるみたいでしたけども。で、あとは、このグラスとかもね、まあ、なんとか入るサイズのものもありますけど、これ、まあ、ギリギリというね、ところで、若干ぐらついたりするから、下まで行ってないのかもしれませんけども、まあ、あとは3センチよりも下のところがもうね、太くなってるやつなんか、ちょっとね、入りきらなくて、グラグラしていましたんで、こういうのはね、ダメみたいですね。まあ、その他、ちょっとね、デザイン施された変わった形のなんかは、ちょっと入らなかったり、持ち手が使えてますよね、これの場合にはね。まあそんなんでね、まあ必ずしも、まあどんなものでも入るってわけでもないみたいですね。こういうもともと太いやつは入りませんでしたね。まあそんな感じで、まあフルで置いてみるとこのような見え方になってくる折りたたみテーブルでございます。で、あとはね、ここの部分にこういうふうに、まあ普通にね、スタンドとして立てることも可能は可能なんでね。まあこの 12.91 なんかはこういう使い方をするといいのかもしれませんよね。あとはね、それ以外にはキーボードを使えない場合とかですよね、これをのけちゃって、iPad の方で浅い感じのこのね、スタンドを使ってみましたけども、まあ、これ純正のフォリオのこの三角のスタンドで、これね、あんまり向こうやっちゃうとね、あの丸い部分と使えるんでね、これ11インチがこれでまあギリギリって感じでしたかね。まあ、このポジションであれば、特にね、干渉なく使えるようでしたけどね。まあ、あるいはね、この丸い部分も含めて、このスリットのところにかぶせちゃっても、まあ置けないこともない感じはしましたけどね。まあ、ただ、ガシッと安定感を、ね、得るにはここかもしれませんね。まあ、ペンシル使って書いてみましたけどね。まあ、いつもと同じ書き心地が得られていました。はい、そしてね、iPad じゃなくて MacBook だったらどうなんでしょうかね。まずは MacBook Air の13インチから置いてみたいと思います。で、これね、全然このね、向こう側のスリットには引っかからずに使えるみたいですね。で、まあ、マウスのね、ポジションなんかも確保ができましてね、こういう感じで操作も可能なんで、これ、まあ、MacBook 用のね、テーブルとしてもね、使えるみたいですね。純正のマウスも操作ができています。で、他の MacBook のね、寸法的には、例えば14インチの MacBook Pro なんかは、これ、奥行きが 22.12 ですからね。で、この出っ張りから端までが、こちらのテーブルの場合は 22.7 ぐらいなんですよね。まあ、なんで MacBook を置く場合はですね、この14インチは問題なくね、22.12 だから入るんですけど、15インチの MacBook Air はちょっと奥行きが入りきらない可能性があります。16インチはまあ 24.81 だからまず無理なんじゃないかと思うんでね。まあ、そのあたりはちょっとね、15インチ、16インチはこことね、干渉する可能性があるので注意が必要ですけど、まあ、ただまあこうごま足とかでちょっと浮いたりもしてるんでね、まあ、こうやって置いてみましたけど、場合によってはまあぐらつかずに使えるのかなという印象なんですけどね。まあ、ただね、まあこの置き方によってはグラグラもねする可能性があるので、まあ、15インチ、16インチにはあんまり向いてないのかなって感じはしますけどね。まあ、一応このね、この部分から端までの寸法を測りましたが、まあ、その場合には 24.7 ぐらいですから、まあ15インチの MacBook Air は無理やり使えないことはないかもしれませんよね。
ただ16インチの MacBook Pro はちょっとね、奥行き的には無理があるんでおすすめはしないですね。で14インチはね、こんな感じでギリギリ問題なく収まっておりましたね。そしてケース付きの iPhone 14 Pro 入れましたけどね、これもまあ問題なくできるんで、まあ、MacBook とかね、なんかと一緒に使うのにはいいのかもしれませんね。はい、ということでね、こんな感じで 3COINS880 円のタブレットテーブルですけどね、まあ、とにかくね、お値段がこのお値段ですかっていうものだったんでね、買ってみましたけどもね、まあ、キーボード以外でもね、まあ、ノートとかメモ帳とか筆記用具なんか置くこともできるのかななんて思いましたね。で使い終わったらスペースがない場合には、まあ、畳んでしまえばね、まあ、何かの隙間に置いとくこともできますしね、なかなかいいんじゃないかと思いましたね。まあ、普段ね、家に椅子とか置いてなくてですね、カーペットなんかの方にはね、まあ、iPad でも MacBook でも活用が、ね、できるんじゃないかと思うんで、3COINS で現物見てみてくださいませ。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。